長浜市にある玄馬尾城です。琵琶湖を抱える古国滋賀県はまた城の国でもあり、中近世にかけて1300を超える城郭が築かれたといいます。城の国近江に残る城跡を歩く近江の城跡探訪、今回は長浜市余呉町にある玄馬尾城跡を訪ねます。滋賀県長浜市と福井県敦賀市の県道に沿って南北に伸びる山中によく整備された城跡があります。玄馬尾城の城跡です。玄馬尾城は天正11年1583年、羽柴秀吉と柴田勝家が戦った静ヶ岳の合戦の際、柴田勝家の本陣となった山城です。玄馬尾城は主要な4つの曲輪が尾根状に南北およそ250メートルにわたって直線状に並んでいます。最も南に位置する大手小口から入っていきます。小口を抜けた曲輪は周囲を立派な土塁で囲まれています。西側には曲輪を守る空堀が南北に走っています。曲輪の北側には堀切が横切っています。堀切の東側の土橋を渡り、屈曲した小口を抜けると2つ目の曲輪になります。細長い曲輪の三方は土塁に囲まれ、東側に主角の小口を守る小さな馬出し曲輪が配置されています。馬出し曲輪の北側に城の中心となる主角があります。主角は一辺およそ40メートルのほぼ四角形で、周りを分厚い土塁が取り巻き、さらに深い堀が巡っています。曲輪の北東部には天守台と思われる一段高くなった櫓台があります。一辺10メートルほどの櫓台には礎石が点在していて、建物が建てられていたことを忍ばせます。主角から馬出し曲輪を経て北側の曲輪に向かいます。主要な4つの曲輪の中で最も広く、兵の駐屯地や物資の集積地の役割を担ったのではないかと考えられています。この曲輪もしっかりとした土塁で囲まれており、さらに外側には南を除く三方に堀が巡っています。秀吉との戦いに備えて築かれた玄馬尾城ですが、柴田勝家はこの城にこもって戦うことなく秀吉軍に敗れ、北の庄城へと敗走します。その後さらに秀吉軍に攻められ、正室のお市の方とともに自害することになります。玄馬尾城は築城者や築城の時期、目的が明確で、さらに戦国時代後半の見事な縄張りを残していることなどから極めて貴重な城跡とされ、国の史跡に指定されています。